瞬だけ直すわ。オッケー。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。本日は、今日は朝から撮影してきて、でその後はお稽古でした。早起きできました？ってできた。ちゃんとね、6時20分に起きた今日。えらい。お稽古終わったのかって。そう、今日はお稽古がね短くて帰ってきました。そう、今日はもうゆっくりできるのって。そうね、ゆっくりしようと思えばって感じだね。でやることはいっぱいあるから、もうそれやりつつって感じかしらね。そうね、ちょっとずつ起こしていかないとね。でもちょっと聞いて、今日お稽古やってんけどさ、今日なんかそうお稽古する場所みたいなのを書かれてるのよ。 P 何ページのどこどこのシーンしますみたいな、どこどことどこどことどこどことどこ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 みたいな感じで、あの前日の夜に送られてくるのね。でその今日自分の出るシーンというかお稽古するシーン覚えてってみたいなしてたの。でもなんか今日変わって、予定になかったシーンやりますってなったの急に。えっ、ってなってんけど、でもちょうど大西そのシーンをその言われる前、朝かな、朝電車乗ってる時に覚えてて、そのシーンだからね、抜き打ちやってんけどさ、できたのちゃんと。すごい偉くない？そうまだ一回も台本持ってない。偉い。もう覚えた、多分ほぼ。えらい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、危なかった。眠い。今日は早寝よ。うん。そうね。
頭動いてなさそうってバレた？眠いよ。でもまだ7時になってないというこの幸せさ。眠いね。その帰りにさ必要なもんいっぱい買ってきてさ、そうもう手洗うきれいきれいと体洗うやつがなかった、それ買ってきたから詰め替えて、これを西やってみようと思って、排水口にさポンって入れるやつ、ゲレン、すごーいと思って、ユニッシュ今までさパイプユニッシュを買ってたの、それと一緒？同じようなもの？これ12時間ぐらいかかるよって、マジ？どういうこと？12時間？洗浄30分、除菌目的では60分やって、12時間やってるの？それ大丈夫そう？本当に？1時間言うてんで、でもこれをやってる間あれか、水は使えへん、でもそれはさパイプユニッシュでも一緒よね、どっちの方がいいよ、気持ちの問題？買ったパイプユニッシュもここにあるけど、どっち使おう。そうなんかね、お掃除をしたくてさ、とりあえずお部屋のなんかさ、自分に余裕があるときはさ結構わりかし頻度は多いのよ、掃除する、こういう、そうやっぱユニッシュ大好きなの、おにしすぐジャーってそうそうなの、でもさ時間がねとか自分に余裕がないとこういうとこまでさ掃除できへんからさ、だから今日はワクワクしながら帰ってきた、どこから攻めてやろうかとそうまずは洗面台からやりたいのよ、でもやってお風呂やってキッチンのシンクまでできたら今日は完璧やな、ね、音楽イヤホンしながらさ音楽聴きながら掃除するの結構進まへん、やろう。
んか集中できるよねってね、なんか歌いながらさやっちゃうよね。何の曲聴きますか。今もし帰り道あれ聴いてた。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感、ちゃっちゃ吹き出す汗も乱れる。懐かしいと思って聞いてた。めっちゃ好きやったこの曲。何聞きながらやろうかな。シンクロときめき。同世代。希望山脈大好き。希望山脈。さあさあさあ、ちゃ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 。さあさあさあ、みんなの衆、どうぞ手拍子して歌いましょう。グーの音、グーの音大好きやった。グーの音でないくらいに天板に好きなんです。なんかこれをね、完璧グーのね踊ってみたで、4人ぐらいの女子高生さんなのかな、女子中学生さんなのか分かんないけど、踊ってる動画が昔上がってて、それを見て永遠に踊ってた。一緒にそう、体育館のあのステージの上、懐かしい。だから AKB になってからその曲を初めて踊った時感激した。はぁーって、そう、本物やーってそう思ってた。大好きやった。うん、いい曲。うん、ね、何聞きながら掃除しようかな。今日はちゃんと自炊しようと思って晩ご飯も買ってきたの。晩ご飯晩ご飯の具材も買ってきた。最高。ちょっと今日はゆっくり、一旦9時10時ぐらいまではゆっくりして、ゆっくりっていうか掃除とか自分のしたいことして、で10時からちょっとチーム系公演を進めるわ。ちょっとだけね、ほんのちょっとだけね一旦ちょっとだけ進める。一回見る。見るのも勉強になるからね。オッケー。そう、あんまりもうね詰め込みすぎたらもう勝手に自分の中でわーってなっちゃう感じ。一旦それだけを避けたい感じ。ちょっとずつ。昼ご飯は何作るの？なんでしょうか。なんでしょうか。
肉じゃがって、この間肉じゃが作った、カレー、野菜炒め、肉じゃが、肉じゃがおんない、え、おいしい、あれこの間作った話せえへんかったっけ、肉じゃが数日前に肉じゃが作ったよ、唐揚げ、鍋、ハヤシライス、ハンバーグ、チンジャオロース、ホイコーロー、ナポライス、ピーマンの肉詰め、キーマンの肉詰め、牛丼、豚しゃぶサラダ、ハンバーグ、オムレツ、餃子、あれ、あ、ちらほらでもいるぞ、正解が、ちらほら見っけた、おー、なんだろうねなんだろうね、そういえばさ教えへん、そういえばさ今日暑かったよねえ、ちょっと待って、誰も正解教えるなんか言っちゃってほしいやつ、いや誰も正解教えるなんかちょっと言ってない、あれ美味しい、あれ言ってた今、正解、正解教えるから答えちょっとなんか予想してみてとかやこう言ってほしいよね、生姜焼きです、ごめん生姜焼きです、何々皆さん、わだかまってる？ののこ、まだアーカイブ見れるの？途中まで見たで、アーカイブ。ガモンさん、わだかまってる？もう大丈夫。お前はすでに死んでいるよ。はい、ブンポー。パパパンパンパパンパパンパンパパパンパンパパン、はい、未然、連用、終始、連帯、未然、命令そこわかんない、お前ら絶対受からせてやる言うてたね、はい、入れた新単語、しなしなしく、しなじなしくなんで他のセリフわかんのにその勉強系になるとなんかちょっとわからんくなるのやろしな、しなじなしく、以前、連用、終始、連帯、以前、命令、あ、惜しかったやん、以前2回言ってたんですよ、うん、パパンパンパパンパパン、ちょっとハイテンションになると酔ってるって言われるよね、おいしい、テンションじゃ低いままでいくわ、酔ってないから、よかった、あとじゃあちょっと10分ぐらいしたら終わるね、7時10分に終わるわ、うん、今近くに誰かいないの？って近く？この子ならいるけど、
すぐだ。そう。お腹すいたね。やっぱ先に掃除しちゃいたいから、ちょっと我慢しよう。ご飯炊いたって、まだ炊いてないの。あ、さっきご飯炊こうかね。ご飯炊いてから掃除しよう。ご飯そうしよう。うん、そうする。ありがとう。ご飯炊くのなんてめちゃめちゃ忘れてた。大西ロミオの沼が深くて抜け出さなさそうやって本当に嬉しい。沼ってるロミオ。嬉しい。大西のロミオ感が抜けないやって。嬉しい、感動したって。やったー、嬉しいね。なんか AKB のファンの方々とかにそうやって言ってもらえるのは。ありがてー。マジ泣きしましたよと。ほんまに言ってる？嬉しい。大西も泣いてたロミオしてる時最後は泣いてた。ジュリエットはできる？いや、ジュリエットちょっとセリフ量多いからなジュリエットはちょっと無理かもしれない。ちょっとセリフ量多かった。ずーっと喋ってたね、ジュリエットずーっと喋ってた、ジュリエットは。めっちゃ喋ってるなーと思ってお前んちはそんなこと考えてないけど、稽古中とかセリフ長いなぁと思って、そう大変そうやと思って。そう、そうね。B ちゃん、 B ちゃんやりたかった。いいちゃん、そうね、いいちゃんやりたかったな。おもろそう。ハッチはって、うちハッチはできないな。もうハッチはね、ハルピョンのイメージが好きすぎちゃってるから、もうあれしか私は考えられない。そうね、ハルピョンのハッチしかなんかもう頭にいない。なんかあれをもう自分のものに、なんか自分で考えて自分のものにしてって言われたらもうなんか難しい。うん、ねえ、すごいもうハマり役やったよね。なんかうん、ヤップヤップ言ってるの可愛かったってね。大西さ、最初稽古の時さ、ヤーヤーしか聞こえてなかったの。なんでヤー言うてんのやろうと思ってたの。なんかでもなんかハチやからそういう独特なあれがあんのかなと思ってて最初。でもこう劇場来てこうマイクをつけて聞いてみたら、ヤープヤープって言ってて、ヤープって、今までそんなん言ってたっけって思って、おいしそう。ほんならそういうことやってんな、ヤープってね、あの磨くみたいな。そうそう、やからそう
そう衝撃やった劇場入って。やーっぷって言ってた。やっぷって言ってると。そう。そう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 。びっくりした。やっぱ稽古場やとさ、音楽とかさ、まあ地声でやってるっていうのもあるからさ、遠くから見てたらさ、あんま聞こえへんことが多かったんだよ。そう。だから劇場でみんながマイクつけて、あ、そう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 。やっぷやっぷ言ってたよね。可愛かった。レミタンが男装似合ってるの意外すぎたって。レミタンほんと男装似合ってた。あのそれこそね、ベンボーリオ、ロミージュリのベンボーリオの時もそうやし、あのアンドロイドの時の1号もそうやし、めっちゃ男装似合うよねレミタン。そう、レミタン演技上手やったなね。だってびっくり、あんな声出してしっかり演技できるってほんとすごいなって思った。モニシは声だ、残り 20% だって。今日ちょっと早いねんけどな、時間帯。もうこの時間っていうか時間じゃないのよね、多分一日さ働いてきてさ、一日外で活動してきてさからのショールームの時はもう完全に絶対もう 20% ってなる運命なんやな、これは。そう、すごいよね。まあその分今日朝早かったからね朝早かったから。配信する前ちょっと充電すればってめんどくさいじゃん、めんどくさいじゃん充電ね。じギリッギリになるまで充電しないのよ。そうそう、いや遠いのよね、このこの場所がね、ちょっと遠いのよ、どのコンセントからも。そうってなるとこう延長コード挿してとかしやなんかやん、それはちょっとね、あの面倒くさい。別にあっちでしてもいいねんけど、結局携帯いじるからさ、おいしい。そう、掃除とかしてる間とか、今日は家帰ってきてすぐ配信したからあれだけれど、うん、そんなこんなでね10分過ぎたので、あ、お米炊いてくるわな今日もお疲れ様でございました。ではランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。ではいきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が順平さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が、マークアコードさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が MM ルールズアットマーク、東京ドーム22,000円のスタンド席さん、ありがとうございます、イエイ。そして、7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。
そして8位がくるりん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がかほアットマークにこうさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がまさきさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が、カメさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が、まゆのすけさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、あか一気に眠たくなってきた今。やば、昨日も寝落ちしたのよ。いつの間にかもう10時過ぎてた。やばい、やばい。よし、ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？みんなも、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、じゃあね、ありがとうございました。おやすみおやすみなさーいやばい、ほんまに寝てまいそう。バイバイ、またねバイバーイ。